権限を持つ者、あなたの研究者はすでに表面世界連邦に関わっています。私たちに不利な行動、これは最新バージョン 4.3 です。偽のパロッティ通信を受け取った主人公、仮想世界から追い出されました。これがこのバージョンの最大の謎です。通信を偽装しているのは誰？パパの分析を聞いてみましょう。権力者は騙されただけではない。友人層、グリッドに入る資格を失う。この文には2つの重要なメッセージがある。1つ目は主人公をファイアウォールにさらすことです。2つ目はグリッドに入る資格を失うことです。これが攻撃の背後にある主な目的です。背後の人物の可能性、ケイティは4つの答えを与えた。ネメシス、アイダの息子、他のハイガード派、そして新たな敵、以下それぞれの可能性を分析します。しかしその前に、まだ言及されていない答えを考えなければならない。グリッド上の連邦防衛軍です。以前のバージョンでは連邦政府も底辺を監視していることが分かりました。それにアントリアを長とする組織で、しかしこの分析は神の観点から行われます。主人公とパロッティは知らない。連邦が主役の活動を地下でコントロールできるように。偽情報の背後にいるのは連邦ですか？この攻撃は主人公の試練に過ぎない。この謎を解くために偽情報から抜け穴を探す必要がある。偽装会話は短い。3つの単語は権威者、あなたの研究者はすでに表面世界連邦に関わっています。私たちに不利な行動、パロッティ、緊急事態だ、今すぐドアを開けて出て行け。 ID を変えるお手伝いをします。今は今だ。最初の文、認定者、あなたの研究者は競争世界の連邦を、我々に不利な行動。2番目の文、緊急事態です、すぐにドアを開けてください。アイデンティティを変えるのを手伝います。第3の文、現在はこの3つの言葉を見ないで。そこに含まれる情報はすでにたくさんあります。最初の文は私たちのアイデンティティから始まります。権限のあるもの、これが現実世界で得られるアイデンティティです。またインターネットの世界にアクセスできるように、この故障が得る ところは3個ところある。1つ目は実のパロッティとの対です。2つ目はミアとの会話です。3つ目はそこの世界とサリーの会話です。連邦政府の監視下で、権限者の名前は盗聴された可能性がある。次は研究者の身分です。プレイヤーはファイアウォールに気づかれずにグリッド上を移動できます。第4地区のヘガード研究員に変装したからです。彼はネットワークの中に存在する人物です。だから嘘をつくことができる。しかし底辺に入ると、私たちは体に入ります。研究者の身元は連邦政府によって監視され、まだ欠陥とは思えない。そして表面世界の連邦に入りました。この原価の手がかりは2つある。1つ目は表面世界です。グリッドが仮想と表層の2つの世界に分かれていることを知っています。2つ目は連邦です。私たちの前には狐のアニアスラダがいた。フェデラル X チームのリーダー、連邦公文書館の件で起訴された。舞台裏の人がトラブルを起こす。リアルタイムで私たちの行動を監視できます。誰かに会って何をしたか、全てを知っている。連邦政府もできます。これが最初の文の最後のメッセージです。我々に不利な行動、私たちの行動は、ジェソトスがダウンした理由を見つける。サリーを探して。人の動機は最も捉えにくい。主人公の行動は現実世界から来ている。グリッドの連合は主人公の真意を分析できないと思います。しかしこの言葉の曖昧さを考えると、連邦政府は我々の行動が底辺に行くと考えている。主人公が意味を誤解することもあり得る。これは典型的なクロスチャンネルです。最初の文は欠陥があるが絶対的ではない。2番目の文を見てください。緊急事態です、すぐにドアを開けてください。私はあなたのアイデンティティを変えるのを手伝う。この言葉は間違いだらけです。最初の失敗はドアです。初めてネットに入った時、パロッティはドアを頻繁に使わないように言った。ファイアウォールで監視されます。グリッドの世界では主人公は最初は全て田舎に入っている。車を使う。劇中で唯一扉が開く。オーロラ産業の窃盗事件では水曜日のギャング脱出を助ける。私はこの最初のステップが連邦政府に知られるとは思いません。時間が短すぎるからです。なぜ連邦政府は注目したのか。底辺にいるからです。グリッドに入ると、最初に地下世界に入ったのはオーロラ産業の27階でした。後に跳躍門を使って脱出。この間の間隔は非常に短い。まさか監視下に入っただけ。連邦政府は我々がドアを開けた証拠を得た。もしそうなら連邦政府の実効性は非常に高い。次は2つ目の欠陥、アイデンティティを変える。しかしドアが逆の効率で回避できる場合、身分を変えることは不可能です。グリッド世界連邦に支配される。主人公はグリッドの世界で3つのアイデンティティを持つ。1つ目はゾーン4の研究者です。2人目はオーロラ産業の秘書です。3番目は新しい派です。主人公の変身は魂に等しい。
このような治癒戦界の初期段階の猫の能力、科学的な世界観では受け入れがたい。本当に受け入れられても、主人公も何の欠点も見せなかった。主人公の変装は完璧ではない。例えばメインラインでネイルはこれに疑問を投げかけました。あなたと私はしています。非常になるいたことがあるの？あなたはハイガードであなたの個人ファイルを調べました。過去の指導教員の評価では研究能力が高いことが分かりました。静かな性格。科学はしばしば人間関係を無視する。しかし私はあなたを知っています。勇気とも呼ばれる。行動するときも少なくとも人の足を引っ張ることはない。簡単に騙された。極端な環境は人を変えることができる。パートナーのメリルでもできない。主人公の異常からの連想。主人公を監視している連邦は？主人公には変身能力がある。中の意味に注意してください。変身能力はパロッティが持っていた。この言葉を通して連邦を排除している。この情報を変えることができます。ネットの世界を知っている人に違いない。情報を開くことができます。ネットをよく知っている人もいるでしょう。グリッドの連邦勢力を排除してから他の答えを見てください。1位はネメシス、サリーとレツクー。まずはサリー。ボトムワールドで2回会ったサリー。サリーは私たちを助けたいと思って2度会った。彼女は私たちがグリッドから離れたくないと言っています。1万歩交代。サリーが主人公を守るためにやったなら、なぜそんなに厄介なのか。サリー自身の声は説得力があります。そしてレツクー。ウイルスを駆除するための全ての方法。ゲソトスを守るためのコントロールタワーの復元。主人公が邪魔しない限り主人公を無視している。さらにパロッティの通信を偽装する。2番目の答えはアイダの息子です。アイダの息子といえばローノボカシコジャのことです。今の新タイトルは賢者が権威者を欲しがる力。アイダの息子は長い間眠っていた。今こそ行動する時です。でも考えましたか？主人公をネットに投げつける。賢者は何を得るか？主人公の権限者になりすますか？権限者は誰が望むならばできるものではないというまでもない。主人公の行動のためにファイアウォールがアップグレードされた。賢者にはその能力がある。もっと早く計画を立てるべきだった。今すぐグリッドに入りたい。パロッティも困っています。キティの最新の計画はファイアウォールを再起動することです。意図的にウイルス攻撃を誘発する。これでファイアウォールは主人公を気にしない。これも今回の防衛活動再開の理由です。グリッドを知っているパロッティでさえ特別な手段が必要です。背後にいる人が賢者ならトラブルを招く。当然不排除賢者ユーフチマト方法。それはまだ偽装情報から判断される。内部の情報が多い。鬼を捕まえて説明できる。主人公のリアルタイム監視。アイダの息子はできません。もしできるなら。9位の後フリゲートはエイダの息子が何もできないと言わなかった。次は第三者勢力。ハイガードの他の派閥。パロッティと私たちが属する派閥。元能を支える未来人類主義。他の派閥はただ元能を支持しないウルショクエイダ主義だ。しかしここの派閥と第三次の前に。それは違う。第三次の前に両派閥の訴えは極端である。一方では力を大きく発展させたい。一方は完全に元能を放棄することを望む。第三次の後両派閥は合意に達し始めた。既存のエネルギー開発状況の維持。新しいタワーは建設しない。現在は問題がある。影響を受けるのは旧域の新元灯だけではない。他の時空の古い元灯も影響を受けた。ジェソトスの停止は両派閥の共通の利益に影響する。ゲソトスの修復は両陣営に利益をもたらします。主人公をネットに投げつける。ハガードの他の派閥も犠牲者である。次は最後の答えです。新たな敵。これはまた最も分析したくない結果です。新しい敵は未知を意味する。彼のことは何も知らない。しかし彼は全ての情報を権限や身分変更だけでなくあらゆる動きをリアルタイムで監視できます。私たちは暗く敵は暗い。このような受動性はグリッドの旅を多様にします。新しい敵は本当に存在するのか？インターネット版を再構築しました。本当に力を見つけました。ネット版はこちら。皆さんは質問を考えましたか？誰が網を作った？ゲソトスには世界を計算する能力がある。誰が創造を主導したのか？簡単に言えば誰がその背後にグリッドを設置したのか？大変動を演算するアシャからレツクーの機関まで全ての背後には黒い手があるはずです。私たちは以前空虚の行動を賢者の頭に数えました。彼女は許しの天使でした。ネットに入ると賢者も偉大です。明らかに空は賢者の制御ではない。むしろ協力関係。この全ての背後にいるのは誰ですか？初期の設定資料によると答えを見つけました。初代大戦士ナカグロルシウス。この名前を初めて聞く人も多いでしょう。その名前はすでに現れている。未来のヒューマニズムの紹介。
ルシアスはハイガードの元ローテーション委任者である。ここで言及されたヘイズ、元能研究局ヘガド。当時ハイガードは連邦政府の補助科学機関であった。ゲソドスの前身はご存知でしょう、遠望戦の人工知能サム。元能技術が普及した後に改造されたオリジナルのスーパー量子コンピューター。その前に特別な群衆は必要ありません。しかし改造後はゲソドスを操ることができるのは輪番権限者だけ。ルシウスは元権威者ではなく、彼は第一世代の権威者です。最初にゲソドスを操ることができた彼はまた舞台裏で働くのに最適な人物です。バソバソ、彼はゲソドスに C9 のグリッドの世界に入る実力を持っている。第3に元能に対する彼の名、第3次の後に現状に安住しない阻害の原因を解明しようとします。それでは復元がいい方法になった。しかしグソトスにはその能力がある。風の子のような推測は根拠がないわけではない。既得権益者からの分析、主人公をネットに投げつける。誰のために最善か、真の受益者はネットワークです。どうして可能なの、主人公は歴史を変えた、水曜日を救った、いいことじゃない。それは個人にとって本当に良い。しかしグリッド全体ではない。主人公は部外者、主人公の介入はウイルスの侵入のようなものだ。誰も自分の土地を他人に歩かせません。主人公は研究者のふりをしていた。とんでもないことはしていない。新バージョンでは主人公は歴史を変えようとする。これは里の人には披露しできない。彼は主人公を外に追い出した。この観点から見るとグリッドの世界は再生のために作られた。観察のために、過去のグリッドは何度も計算された。空が戻ってくるまで変化があった。空間も変数です。なぜ主人公のように背後の人々を怒らせないのか、パロティの言葉からわかります。宇宙のエネルギーとウイルスは相同である。大胆な推測ができます。ルキウスは格子の世界と先空を想像した。しかし宇宙は偶然にも外部に失われた、賢者に与えられた。賢者は権限者の力を得るために常に空を動かしている。天使の実験を許す方法、サリーが現れるまで、完璧な体質と列空の融合、賢者と列空が協力。賢者は彼が支配していると思った。9つの穴が開くまで、ついにネットに戻った。ルシウスの長年の実験、やっと軌道に戻った。しかしその時だけ主人公とヘクターが登場。ルシウスは介入を嫌った。一方でも偽装をきちんとしなければならない。誰にも存在を知らせない。だから情報を偽造する。ファイアウォールにさらされましょう。ウイルスとして除去される。全てができます。一つ問題も明らかにした。ルシウスは現実世界には存在しない、網の世界で眠っている。それだけです。主人公の行動をリアルタイムでコントロールできる。それだけです。ヘイデンに発見されなかった。それだけです。彼のコミュニケーションは表面から来ます。それだけです。ネット外の情報を把握できます。これらは全て彼が残したものです。この過程が真実なら、主人公が直面する敵は強すぎる。彼はグリッド世界の創造者です。第一世代の権限者、グリッドの世界観から創造神とは呼べない。しかし利点がないわけではない。ファイアウォールの再起動はダメージです。彼はグリッド上で無敵だ。外部援助は失敗した。例えばコンピューター上のスーパーウイルス対絶えずアップグレードされるウイルス対策ソフトウェア、ネットワークで変更できることを知っている。グリッドの世界での彼のアイデンティティはユニークではないかもしれない。私たちよりも柔軟です。このようなアイデンティティは人生経験を変えることができます。彼はもう現実に戻りたくないと思います。今一番の希望はウイルスを取り除くことです。大災害を防ぐ。グリッドは彼の裏庭になった。それが永遠の命ではないでしょうか。今回の内容は少し夜、しかし既存のコンテンツが生み出すこともできます。パロッティは新たな敵を提案した。本作もその方向を考えている。これは無意識の情報です。全ての解釈は正確な答えを得る。読者はそれほど強くない。創造主の意図のために設定するほど、真実が明らかになるほど、魔法の物語はみんなを喜ばせない。しかし背後にいるクリエイターは意図的に作られた。さて今期はここまで。風に乗って別の幻想を体験してください。